ットケーキ焼くのマジ苦手なんだけど、ちょっとこれいい感じの色じゃない？こっちは失敗した方、なんで焦げるんや？ベアラベアラというバッグのロンドンのカバンのブランドがあるんですけど、そちらから素敵なプレゼントをいただいてしもたんですね。おめでとうございます。あら、かわいいわね、あなた。荷物少なめの人にとってはもう十分すぎると思う。おしゃれ。もう一回やろう。これを上げて回して、おお。久々のワッツインマイバッグをやりましょうか。今ね、洗濯機回しててね、洗濯機の音がゴンゴン聞こえると思うんだけど、ちょっと切ってくるわ。一瞬止めてくる。ちょっと待ってて。まずはポーチの中身からいこうかな。この一体がこの巾着に入る。今ね、爪がね、右手の親指しかないからやばいね。薄めで見て。来週ネイル予約したから、あの、見るに耐えるネイルになりますんでこれね、長年使ってるからね、ちょっとリップの汚れがもう洗濯しても取れなくなっちゃったんだけど、リプティックで香水買った時についてきた巾着をずっと使ってる。同じ人多いと思う。友達もね、似たようなことやってんの3人ぐらい知ってるお前もリプティックかいっていう。で、この中に入ってるのが、これはハンドクリーム。韓国旅行で買ったタンバリンスのハンドクリームがすごい良くて、なんかそれは使い切っちゃったんだけど、友達が行った時に、あの、お使いで同じの買ってきてつって頼んで買ってきてもらいました。不思議な出し方なんだよ。こうさ、開けるやん。ここをこういう風にキュッて押すとピッて出てくる。今喉終わってたね。ピュッて出てくるこう、あ、もったいない。こんぐらいにしましょうか。なんかね、森みたいな匂いするんだよね。でもそんな深くなくて、なんかウッド系の香水ほど深くなくて爽やかで、私頭痛持ちだから頭痛くても全然影響しない香りがいいなって思ってるんだけど、まさしくそんな香りです。読み方わかんない。ベインで合ってんのか。これはクシとセットで売ってた鏡。こんな感じ。これもね、韓国でね、買ったんだけど、すごい安くて、2、300円だったかな、合わせて。でも、未だに刃こぼれしなくって、いい感じです。これはね、冬にね、唇死ぬほど乾燥しても、解決してくれるリップになかなか出会えなかったんだけど、ほとんど唯一、こいつをつけてると全然むけない。しばらくこの1本だけでやってたんだけど、ロム&のリップティント06番フィグフィグという
色一本でやってたんだが、もう純粋にもう残りが少なくてカスカスになってきたんで、最近ね一気に買ったんだよね。 Vlog でも出てきたと思うけど、長年のスタメン選手をしまいつつ、これはディオールのリップマキシマイザー、とても有名だと思うんだけど、それのさ、なんか色がついてるのがちょっと前に発売されたじゃん。それの色付きのやつ買ってきた。これはね、何番かな、009番です。インテンスローズなんとかかんとかみたいな適当なね、適当ですいませんね。これがアミューズのリッププランパー、リップがぷっくりするやつですね。私唇薄くも厚くもない、なんか中間地点みたいな感じの口してるなって思うんだけど、最近なんかぷっくりしてる唇が流行ってるなって思って。でね、色ついてないんだけど中がねラメラメでね、可愛いんですよ。リップ以外のメイク、薄い日とかにこれだけつけてもちょっとなんかいい感じになるんで。で、あの最近のめちゃくちゃお世話になっているロム&のグロスシリーズって言ったらいいのかな、なんかブドウみたいなカラーで可愛い。これはもうコンナツで使い切っちゃうんじゃないかなっていう勢いで使ってるグロスで。いつも持ち歩いてるわけじゃないけど、なんか電車乗る時間長いなとか、友達が来るまでちょっと時間あるなみたいな時に、そういう日に持ってってます。あと会社行く時は絶対本持ってってた。シリーズって言っていいのかな、ハマジシリーズです。ちょっと幽霊とかそういう霊視が絡むミステリーで、アリス側アリスはサッカーアリスシリーズがすごい有名だと思うんだけど、恥ずかしながら私サッカーアリスシリーズしか読んだことがなくて、なんか別の読んでみたいなと思って見てたら、なんか心霊もの、なんか本格ミステリー、新本格ミステリーの巨匠の先生なんだけどが、なんか幽霊ものとかって書くんだと思って読んでみたら、なんかいい感じにゾクゾクしたし、今回も、まあ、探偵と、まあ、ホームズ、いわゆるホームズとワトソン役のバディがすごい良くて良かったです。ただお恥ずかしながらこの一作しか読んでないので、シリーズかどうかは、あ、シリーズって書いてあるね。そうなんだよな、ちょっと続きも読みたいんだよな。これがね、ちょっとね、ジャケットがね、このシックな感じに合うかなと思ったんで、そういうチョイス。あとイギリスといったら探偵ものだしね。昔さ、ベイカー街のさ、行ったんよ、記念館みたいなやつがあって、シャーロック・ホームズの旅行中に立ち寄って、なんか偶然その多分時期的な問題もあって全然人いなくて、すごい楽しかった。これカバンのびっくりポイントが、なんかこんなコロンとした可愛いサイズ感なのに、文庫がね、なんか縦で入るんだよね。縦で入って、しかもね余裕で閉まるんだよね。もちろん中で倒して横入れすることもできる。いいですね、本のタイトルが見えてテンション上がりますね、開けるたびに。次は、あ、これはお財布やね。もう何年使ってる ?6 年ぐらい使ってるかな。なんか前のバッツインマイバッグでも紹介したんだけど、これはもうこの見慣れたやつはわかると思うんだけど、グッチです。グッチと、あのイギリスのデパートのリバティ柄っていう花柄が有名なんだけど、がコラボした時のお財布で、もうかなり色褪せちゃって、ほつれとかもあるんだけど、気に入りすぎてこれ以上好きな財布に出会えなくて、まあ、これからももうちぎれるかちぎれるかするまでね、使っていくことになるんだろうなっていう、まあ、新しい素敵な出会いがあったら素敵だなと思いますが、このクロミちゃんはね、お薬入れてる。普段は絆創膏とかもここに入ってる。これは私に欠かせない BOSE のワイヤレスイヤホン。本当に音質がいいんだよね。なんか高音低音をアプリでなんかどっち際立たせたいとか操作できて、それで低音にフォーカスしてるんだけど、なんかこれでちょっと具体的なアイドルの名前出すけど、スノーマンの楽曲聴いた時にすげえ良くてびっくりした。あ、アイドルの楽曲もこんなに変化するんやって思った。ダンスミュージックがね、映えるイヤホンだと思う。で、夏に欠かせないタオルハンカチ。実家にあった、多分お父さんかお母さんのやつを引っ越し
ってきた時に、あの家出る時に強奪して出てきました。さて皆さん気になっていらっしゃるかと思いますが、ご存知ですよね、彼の名前は食大切光忠。何を隠そう、伊達政宗公のかつて愛刀であり今は徳川家が所蔵しているおさふね派のそみっちゃんでございます。これはアクスタで台座があって、あの普段さパソコンの隣の棚に置いてて見守ってもらってるんだけど、刀剣乱舞は実家のようなコンテンツなんで、実家でうちの近所はいつも光忠で、みっちゃんが推しなので、まあ、たまに持ち歩いたりしています。特に何をするわけでもなく、こう愛刀って腰に履いておくものじゃないですか。まあ、なんかちょっと私は現代人なんで腰にこのアクスタを刺すわけにいかないんで、カバンに入れて持ち歩いていることもあります。ちなみに就活中はこう就活バッグに忍ばせることで勇気を得てました。私は彼らの主なんだぞっていう強い気持ちで面接に挑んでいました。そうね、なんでみっちゃんかっていうとね、やっぱねちょっとシックな感じの、光忠が好きそうなバッグじゃない？シックなね、黒と金のバッグにね、みっちゃんのイメージカラーもねゴールドとブラックだからね。明日これでお出かけしよう。やった！さあ、行くぞ！ただいま。フランフランの袋まじまじ見たことなかったんだけどさ、取っ手が紫なの可愛くない？めっちゃ重かったぜ。全然編集終わんなかったな。じゃあバレーボール見ようぜ。あ、ちょっとでも弱るって。先生、あと2、3分だった。今日白いんだ。ありがとう。あ、よかった。Pushing it. I'ma give you my time, start booking it. Nowadays we turn away from all the ushy gushy shit. Everybody looking for love, but never look at it. Ah, itadakimasu. Hot. 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 Hot.
排水口の掃除とかシーツ変えなきゃとか洗濯物畳まなきゃとか、あとテスト勉強もさ、やり始めたらさもうなんか時間のなさとか如実に分かるからうおーってなるんだけど、やる前が一番辛かった。私学生時代も宿題を全然8月30日まで残しとく方で、しかも若干終わんないまま学校行くタイプだったんだけど、なんかね高校3年にして宿題はちゃんとやった方がいいっていうのをちょっと予感してから計画立ててやるようになってからね、それ楽になったんだよね。さあ行くぞ。全然終わんなかったです。ベッドメイキングをしよう。なんと私は獣の僧者を読破してない。ファンタジー村の出身なのにファンタジー村の風上にも置けないぜ。でこれはずっと積んでた三浦紫音さんのエッセイです。三浦紫音先生さ、あの風が強く吹いているとか船を編むとか面白い小説いっぱい書いてるけど、エッセイね、エッセイマジでやばい。